ピア関西版ウェブをご覧の皆さん、中村恵美と申します。毎回、アルバムを出すたびにこうやってコメントを残させていただけて非常に嬉しく思います。今日ちょっと声がカサカサなんですけれども、めちゃくちゃ体は元気ですので、よかったらお付き合いくださいませ。私は本当に関西はですね、たくさん来させていただいて、去年もたくさん来れた年だったなと思うんですけど、本当に最初の頃ですね、まだ関西に来たての頃はギタリストでプロデューサーの川村さんは結構大阪来てたので、ライブの前とか おすすめのねお店とか連れてってくれたりしてたんですけど、最初の頃はやっぱりまずはたこ焼きをこの子に食べさせてあげようと思われたんでしょうね。ライブの直前なんですけど、とにかくたこ焼きのはしごを5軒ぐらい、回らさせられて、その度に熱々のたこ焼きを、でも時間がないから熱々のパッて食べて、あちっつって、で川村さん猫舌なんで一人でフー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 しながらゆっくり食べ、そしてまた次に行って、また時間ないっすよっつって熱々のを食べ、あちっつって、もう舌がすっごい状態で、ライブハウスで大阪でライブをしたことがすごい覚えてます。すごい口の中の状態で早口の曲を歌って苦しかったのを覚えていますが、今はですね少しずつ大阪にも慣れて、今ではですね久しぶりだねって会える人がたくさん増えてきて、今こう喉がカラカラなので、今会える大阪の人たちはみんなこうお茶を出してくれたり、これ喉にいいよっていうジュースとかいろいろくださって、本当に温かさを感じている中村恵美ですけれども、今回2月20日に日本の女を歌うボリューム6というアルバムをリリースさせていただきました。こちらはいつか素敵な日本人女性になれますようにという思いを込めて昔から作っているアルバムです。今回はいつもこう人間関係とかそういうのがテーマで書けることが多かったんですけど、音楽の世界にも少しだけ慣れて、家に帰って自分が一人女性となった時に、いつもいる男性チームのこう男の人たちが言ってた言葉とか、なんか脳みその面白さとか、そういうのからいろんなことを感じて、こう女性として感じる言葉をいっぱい詰め込んだアルバムとなっています。その中でも一曲一曲、今回は自分がイメージするものを絵に描いて、バンドメンバーが、その場でその絵を見て、あ、何こんな明るいイメージだったのとか、あ、何こんな面白い絵の雰囲気だったんだとかで、その場でセッションしながらレコーディングをしたという、なんかみんなでこうその場でライブ感で作ったアルバムとなっております。耳を澄ましていろんな形で聴いてもらえたら、いろんな音が入っていると思いますので、よかったらその辺も楽しんでやってください。ということで、今回そのアルバムを持ってツアーにも回らせていただきます。全部で24箇所、前半はアコースティック編成、後半はバンド編成となっております。お近くですと、4月の3日は京都、京都ミューズでやらせていただき、その次の日は4月の4日兵庫、神戸チキンジョージでやらせていただきます。こちらアコースティックです。その後バンド編成で、6月13日とうとう大阪ナンバー8でやらせていただけることになりました。こちらをバンド編成でやります。自分の中でも一番今までの大阪の中でも大きな会場です。いろんなものをきちんと皆さんに伝えられるように、いっぱいその前で鍛えてきますので、よかったら遊びに来てもらえたらと思います。ということで長くなりましたが、詳しくはいろいろホームページと載っております。あとはブログといっぱい書いてますので、よかったら見てやってください。ではまた会いましょう。わー、カサカサですいません。